結構来てるもん。前が見え。なんか氷点下だからな。振動しなかったの？振動しなかった。あ、でもこんなこれぐらいならしねえか。これなら振動しねえわ。かかってるだけだもん。おお、何持ってきてる？断崖。あ、いつもやってる。これで下からだね。
よし、終了。よいしょ。うそ、マジで全然 A 賞のこと言われないでしょ。うわ、めっちゃ若さってる。これ俺らのタゴロの死でねえか。綺麗に若さってっけよ。どう考えてもそうじゃない？これ。わあ、すごい亀裂入ってる。あら。割れ出るわ。これはまずいな。いや違う、ここ切ったとこさ、あれ潮流計つけるのに。あ、薄い。わ、いいえ。あ、やだな。だいぶ息損じたわ。どうだ。いたはい、ということでね、今年も無事船のね浄化が完了しました。あとは操舵室に冬囲いしていきたいと思います。でかいズイタンにはね、辛い狭さなんです。よし、はい、これちょうど友のデッキ下になるのかな。繊維室の下か、繊維室の下ぐらいになりますね。ここにエンジンオイルとか、これ冬囲い用のタオルなんかね置いたりしてます。よし、これを持って上がる。ふふ、狭い。これマジね、巨人用に作られてないわ。よいしょ。よいしょ。いいか。それじゃあ冬が起こっていく。ちょっと来年あたりはね、ちょっと船の紹介動画でも撮ろうかなと思ってて、機会があればね。
撮るネタなくなったらやるわ。仕事忙しくてね、全然そんな暇ないかもしれないんだけど、ちょっとそんなことも考えたりしてます。よし、オッケーオッケー。はい、こんな感じでね、留学へよろしいのではないでしょうか。それじゃあね、ちょっと今年穴開いてたからね、ちょっと剪定の方見に行ってみます。はい、ということで今年ね、ここ船浄化して結構経つんだけど、まだ水むってるね、これポタポタ。おっとしかな、ここくり抜いて潮流受け付けて、ちょうど切った箇所なんだけど、何回やっても穴開いちゃうんで、今年の冬ね、またがっちりメンテナンスします。がっちり亀裂入っちゃってるもん、これ穴とかっていうレベルじゃないね、これ切って多分ダブリングしてまたサンダーかけてとか、そんな感じになるのかな。ちょっと参考になればいいなと思って、ここ直す動画もこれからね撮りたいと思います。はい、ということでね、1年間お疲れ様でした。冬の間をね、船にもしっかり休んでもらって、またね来年15シーズン目に備えたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。